はようございます。 AKB48 チーム B の対話研修士ハルピョンこと島田るなです。おはよう。昨日は福島指改めてありがとうございました。めっちゃ楽しかった。同窓会みたいな感じにしましたね。表現が合ってるか分かんないけど、朝から冷えてた飲み物が昨日のポッカリしかありませんので、ポッカリを飲んでいきます。で、今日は昨日いただいた桃をさっき半分まで切ってました。えらい、まだ皮付きで、まだあと半分残ってるので、そう、半分切っていきたいと思います。みんなこそできないとか料理言うけどさ、包丁ぐらい使えるんだからね。私果物剥くのマジプロなんだからっていうところを証明しようかなと。そんなとこ証明しなくてもいいんだけど、気をつけながら、はい、剥いていきます。もちろん桃の剥き方って調べた、なんか簡単に剥ける湯剥きみたいな方法もあったんですけど、いいやと思って包丁でやってます。もうまだちょっと早かったかなっていう感じはあるけど、でも美味しそう。種をね、今は取り除いてます。種は食べれないですよ。なんか種の綺麗な取り方みたいなのあったんですよ。めっちゃ簡単そうに取れそうな、アボカドみたいにするみたいな、そうあったんですけど、やろうとしたけど種が半分にちょうど割れちゃってできなかった。そうだから諦めました。まだ硬いかな。桃とかだってさ、こういう状態でさ食べるの何年ぶりとかだから、
ましてや桃なんて植えたことない。え、どうやって剥くの。え、ちょっと携帯さっき調べた。包丁を寝かせて果肉と皮の間に入れます。もう回転させながら無理だよ、まだ硬いのかな。まだ硬いから無理だよ、そんな剥き方。こうやって剥くわ、リンゴみたいにして剥くわ。でもさ、熟熟の桃より私ちょっと硬い桃の方が好きなんだよね。そう。なんか自分を正当化してるみたいに言ってるけど、まあ、そうなんだけど実際。でもまあでもそう。うん。俺も後で食べてみる。まだ早いかもよ。なんかみんなが言うにはまだ早いらしい。私は硬い方が好きだからこれでいい。ちょ、食べてみるね。ちゃんと食レポしてみるね。食レポするね。昨日はなんか、あ、かわかわしくないとか言って食レポとはって感じだったんで、ちゃんと食レポします。
よし、写真撮ってただけごめん。そんな音聞こえないだけでそんな不安にならないで。写真撮ってただけ。めっちゃ言われてる。音怖っ。音聞こえない。写真撮ってただけ。わざとあのティッシュを取りたくてわざとオフにしたい。そのまま写真撮ろうと思っただけ。ごめんって。とりあえず食べる。いただきます。うん、おいしい。硬いけど全然甘い。めっちゃ、めっちゃ美味しい。甘いよ、ちゃんと。もっと甘くなるのかな、わかんないけど。確かに桃の硬さではないかも。アラーム。すいません、アラーム音が。めっちゃ美味しい。これは糖度、16ぐらい。めっちゃみんなに硬そうって言われるけど、私はこれぐらいが好き。甘さも硬さも。多分昨日食べた桃より甘いから。昨日のが14、5ぐらいって言ってたし。うん、甘さも硬さもこれぐらい。なんか甘ったるい甘さみたいなのが苦手なんですよ、私。そう。でもこれはさっぱりした甘さだから、めっちゃうまい。今ちょうどいい甘さ。足元からしたら、みんなはそれは桃じゃないって言うかもしれないけど、私は好きな甘さと硬さなので満足。そう、甘ったるい甘さ苦手。うん、なんか好きじゃない。そう、朝からフルーツ食べようと思って。すいません、一口サイズにしました。食べやすいの。食べやすい大きさ。
お、1571日。ありがとうございます。モッツァレラチーズとオリーブオイルだって。そんなの持ってない。そんなおしゃれなもの人生で家の中で見たことない。あれはあるけど、ピザとか、ピザ屋さん、ピザ屋さんなんて行ったことない。イタリアン屋さんとかサイゼリアとかで見たことはあるけど、やばい、急にイタリアン屋さんが急にサイゼリア急に庶民的。めっちゃでもサイゼリア美味しい。高校生の時ほぼ毎日ぐらいに通ってた。サイゼ値上げしたけどね、一瞬1円ぐらい、うん、なんかお釣りを出さないためにみたいな。コロナ禍でそう、やっぱ人と人がなかなか触れ合うのを減らそうってなって、お釣りを出さないために299円とかだったミラノフードリアが300円になりました。確かにチーズ有料かみたいな、最近めっちゃ話題になってたよね。無料だったのが100円になってた。それはまあ普通に材料でしょうね。なんかトリートメントがなくなってきてて、そうでもシャンプーと同時になくしたいじゃんてかシャンプーと同時に次のやつに切り替えたいなって思ったから、昨日のお風呂はなんかヘアパックみたいな、なんかなんていうの、ヘアトリートメントすごいバージョンみたいなやつを昨日使ったんですけど、匂いがすごいいい匂い。あとサラサラ、起きて一回も櫛通してない。これすごくない？いい匂いだし。サプライズレバーさん、ココナッツジュースありがとうございます。あとみんなに抗議したいんだけど、なんか昨日ね755でお風呂パイロットっていう投稿をしたんですよ。でそしたらママからまず昨日の夜、お風呂ハイロットの間違いって言われて、もうわざとと思って、まあママは仕方ないか知らないかと思って寝たんですよ。まあお風呂入ってそのまま寝たら、今日の朝起きて755みんなのコメント見たら、お風呂ハイロットの間違いじゃない、お風呂パイロット何みたいな、はあ、みんなも知らなかったかと思って悲しい気持ちになった。
え、誰も知らないですか？もうもうここにいてくれてる人は知らないのかな、みんな。知ってるよってコメントがないから多分みんな知らないんだな。これはなんか意味があると思ってました。すごいなんか記者会見みたい。説明お願いします。怖い。記者会見されてる。推しのことぐらい分かってて欲しかった。しかも755といえば、その昔高見なさんがお風呂入ろっとっていう755の投稿をしようとしたら、間違えてお風呂パイロットって投稿しちゃって、そのままお風呂入っちゃってちょっと話題になったんだよっていう言葉だったんですけど、誰も知らなかった。うちのファンは高見なさんです。知らなかった。私はだから今日の朝はぁと思って、お布団じゃないや、お布団に入りながらみんなの755のコメント、だいたい私朝ツイッターと、朝起きてツイッターと755とかインスタ、前日更新してたらインスタとかいろいろ見てから目覚ましてから起きるんですけど、755の見てはぁと思って、知らないのと思って、でとりあえずあの高見なさんのその元ツイート、元投稿を探そうと思って、めっちゃもう何年も遡ったんですけど、なくてなくてっていうか、もうまだ2016年の1月ぐらいまで遡ったんだけど、まだ見つかんなくて、そう必死に探してるところでした。でもいいやと思って、桃食べようと思って桃食べた。まあいいんです、もうみんな知らないってことが分かったのと、まあでも次私がお風呂パイロットって言っても分かりますよね。
とりあえずその元ツイートを探さなきゃ、みんなに。お風呂パイロットの返しは何が、テイクオフ何が正しいんだろうね。行ってらっしゃいって航空用語でなんて言うんですか。皆さん755やりすぎじゃない全然出てこないんだけど。ツイッターで調べたらお風呂パイロットのスクショ、ダメなの。私はちゃんと 元投稿をリトークしてみんなにドヤーって顔したい。そう、日付は知ってんの。日付はね、知ってるの。ファンの皆さんが、私もツイッターで先に調べて、ね、ファンの方が載せてた日付を元に頑張ってこうやって遡ってるんだけど、そう、それが大変なの。ただただ今まだ2月。そう、日付はね、分かってるんだよ。お、高見菜さんの誕生日まで来た。ここら辺かな。2015年4月13日まで来ました。頭から遡ってるって言い方違うのかな。下り降りてるちょっと言い方わかんないけど、初めから見るっていうやつにして、2014年の9月から。なんか利休のお弁当とか出てるよ、羨ましい。最悪、元に戻った。一番最初に戻っちゃった。もう最悪なんだけど。はい、やり直し。あれ、むしろ戻りすぎた。これはまだ2月。え、755って日付指定で検索できんの？そんな機能持ってんの？755強っ。5月12。行き過ぎた。適当に遡ってたら行き過ぎちゃった。え、本当に高見菜さん、ちょっと755やりすぎ。この時代やばい、えぐい。
3月4日です。今遡ってる。あと10日分遡んなきゃ。頑張ってます。ただいま。気が遠くなりそう。よし、4月27、あと2日分。2日分が長いんだ。これが今日はもうフライトしたって書かれてる。今からフライトですだってお風呂パイロットの返しというか、え、お風呂パイロットの資格取るの身長制限あるんだって。148センチ以上は取れません。私は148センチ。あった。全部リトークしよう。この辺の投稿。よし、オッケー。今日のミッションクリア。多分知らなかったんじゃないと思う、みんな。だって一時期めっちゃ流行ったもん、お風呂パイロットって。それを多分もう記憶から抹消してたんだよ、うん、もう完全に。だって推しのことでもないかもしれなかったし、みんなからしたら、まあ、その時代 AKB を好きじゃなかった人からしたら、好きじゃなかったって言ったらあれか、なんていうの、気になったりとかしてなかったから、人からしたらもしかしたら全く知らない話かもしれないけど、きっと時代の AKB を知らないって人もいるだろうしね。バリバリ仕事してましたみたいな。
よし、ももちゃん半分完食。なくなった。もう半分はまだ皮むいてない。種取っただけ。ちょい待ち。よし、桃は半分食べた。ベーコンをしたいのと髪の毛をやりたいけど、ちょっと今お腹いっぱいだから、ちょっとたんま。昨日も言ったけどさ、また言うけどさ、昨日のさ待ち時間マジで時間長すぎてさ、みんな寝たりとかしてた。ごめん、充電器刺さってんのにスイッチ入ってなかった。そう、それでみんな寝たりとかしてたけど、私は絶対なんかやることないから寝ようって言ってみんな寝てたの。でも私は絶対に時間あるのはもう分かりきってたから、そう iPad 持ってって、ドボンライブ、ドボンライブじゃない、ドボンのランキングを書いてた、ずっと。で、じゃあ最初 TikTok ピョンムービーのやつ上げてて、で携帯の充電がなくなってきて、で iPad 持ってってたから、その iPad のでドボンのランキングをずっと書いてました。今日は研究生ちゃんたちがね出演するっていうことなんですけど、三角広場の入場自体は無料なので、時間あるなみたいな人はぜひ、推し変しなければいいです。推し変しないなら行ってもいいです。
朝ごはん今桃食べた半分、桃半分食べた、あと半分残ってるけど迷ってる。でも入場無料のところはねカメラ使えないので、そう携帯しか使えないみたいなので、本当ただただ研究生のライブを楽しむっていう感じにはなるけど、みずみんをぜひ見てきてください。うちも行ったらいい、おもろい、行ってたら、いたらおもろい、めっちゃえみたいな、そっち側におるん今日みたいな。行かないですけど。で、トス工業、トス工業今出てるらしいよ。富山が負けた高校、ツイッターを更新します。はい、OK。ツイート完了。おはよう。私基本マジでまだツイッターだし、X にもしてないし。そうだからまだ私の中ではツイッターなので、これからも皆さんツイッターでお願いします。私の前ではまだアップデートしてないし、てか聞いてください。
うちの後輩ちゃんたちが、あの普通に、高校の後輩ちゃんたちが昨日だったかな、ちょっと最近いつだったか忘れたけど、この間連絡取ってた時に、なんか同窓会あるんですよみたいな言ってて、うちらないんだけどって思いながらそう、あれみたいな、先輩たちやってないよみたいな、そう、なんか卒業してすぐの年ぐらいにはやったんですけど、そんなの同窓会なんて言わないじゃないですか同窓会って言うのかな、わかんないけど、なんか卒業してすぐぐらいの時にやったけど、みんな二十歳超えてないから、そう、誰もお酒飲めないし、そうだから、なんか先生たちだけ酔っ払ってみたいな、先生たちとなんか、あとなんかおじさま方とかだけ酔っ払って、なんか全然あれみたいな、あれって同窓会って言ったのかなっていうレベルだったの。え、私たち会ったけど私呼ばれてない、マジそんなことってある。いや、さすがにそれはないと信じたいけれども、呼ばれてない。おっと、そう、なんかだから先生たちが酔っ払ってる姿見て、なんかちょっとなんかあーって思ったぐらいの回だったっていう。そう、かワンちゃんこの子たちの代がその普通にやってたらコロナ禍の時期でみたいな、ワンチャンそれはある、だから今やったみたいな、わかんない、普通がうちらの普通がわかんなかったけど、結構すぐだったのうちらは。でも私が高校卒業したの2018年で、そう、で2019年じゃん、その子たちが卒業したのって。ちょうどその時ってさ、めっちゃもうコロナ禍ボーンみたいな時だったから、ワンちゃんこの子たちがやってなくて今ようやくできたかしもしれない、わからない、それはか呼ばれてないか、ああ糸悲しい、後者だったら糸悲しい、何が悲しいって、その同窓会に行けなかったとかっていう悲しさよりも、あれ私仲いい子いるよねっていう、なんかそういう子から連絡来なかった、行くみたいな、なんでいないのみたいな、連絡来なかったっていう方が悲しいそう、別に同窓会に呼ばれなかったってことはそんな悲しいことじゃない、うん、そっちの方が悲しい、仲いい子から連絡があれみたいな、私だけ仲いいと思ってみたいな、そっちが悲しいですね。もしも、まあいいんです、その時はその時、ほら私仕事してたかもしんないし、その日
そうだよ。知らず知らずのうちに開催されてて、後で知った方がショック。え、そうなんだよね。本当にそう。おはよう。メイク10時からメイクし始めよう。そろそろ。眠くなってきちゃった。桃食べたら。朝からいつまで見てるのと怒られたので、また夜お願いしますだって。今日夜やらないよって昨日言ったもん。今日夜やらないよ。血糖値爆上がりしてる今。絶対桃食べて。今はみんなの橋本春奈ハッシュタグ見てます。鳥栖工業ピンチだったの？全然見てない。
かさ、おはようってツイートしたらさ、みんなさ、なんか他の人のツイッターはさ、なんか100何みたいなリプがつくからさ、私もおはようってツイートしようと思って最近おはようツイート始めたんですけど、全然全然だ、寂しい。配信してるからか、端末1個しかない人たちが大変なのか、そういうことにしとこう。そうだよね、きっと配信やめたらいっぱい来るよね。でも10時からメイクって決めたから、おはようリップ姉妹ありがとう、優しいよ、ありがとう。あと15分、どうしよう、メイクまで。喋る？なんかおはようは返信しやすいみたいな、ツイッターファンの人が前言ってたから、だからリップ伸びやすいよみたいな、だからおはようってしてたけど、今さ朝起きて顔洗ったからさ、化粧水と乳液はもうなんていうの、つけてある状態だから顔がすごいペトペト、保湿されてる、ペスカトーレ。ご肌つらんつらん、なんかもう目の前にあったら食べたいって思うけど、今お腹いっぱいで入らないんだよね、食べたくても。さあ、じゃあトス工業でも今どうなってるかだけでも見るか。あ、負けてるやん。頑張れ。松延くん。頑張れ。負けてる。CM ウーバーイーツの CM 入っちゃった。バーチャル高校野球のあれ見ようとしてたら、バーチャル高校野球で21だから全然余裕はあるよね、いけるよね。
今他どこが残ってる？え、智弁和歌山って負けたの？待って、その話したわ、うち配信で。智弁和歌山も負けましたしねみたいな。そうだ、なんか違うとこが勝ち上がってる。一和歌山、四和歌山、わかんないけど。すごい。履正社は勝ってんだ。大阪智弁は昨日、あ、智弁学園の方ね。お、日大三だ。ここの高校あれですよね、なんだっけ、ヤシロ。ヤシロ負けちゃったんだ。地味に応援してたのに。日大三社って読んだとこ、私が。ヤシロ負けちゃったんだ。悲しいな。地元なの？そうなの？えぐ。いや、ちょっと富山のためにも勝ってほしいけどな。鳥栖工業、ナイス。確かに雨降らないといいよね。甲子園って兵庫？台風は着実にやってきてそうですって。うわ、31台風来ちゃう。
ね、この人すごい。よし、ちょっとあと5分あるけどメイク始めたいと思います。もうなんか疲れちゃった。そう、ポカリしか冷えてなくてそう冷えてる飲み物はポカリしかなかった。まずは圧倒的日焼け止め。眠ってる間に失われた水分を補うにはポカリが一番。私それなのかな。なんかさ、マジでさ、毎朝最近起きたらさ気持ち悪い。起きて歯磨くじゃん、めっちゃ気持ち悪い。毎朝水分が抜けてっちゃってるからかな、脱水。朝気持ち悪い。水分抜けてってるからかもしんない。お、いいとこに飛んだじゃん。トスめっちゃ代打出してる。いや、朝起きてなんかお水飲むのもまあ大事なんだろうけど、口の中がまず気持ち悪いじゃないですか寝起きって。そうだから一番に歯を磨くんです。私はうがいをしてすぐに歯を磨くんですけど、その歯磨きの時点で気持ち悪いの。歯磨きの仕方が悪い、うちもしや。
歯磨きに問題あり、仕方にかもしれない。うわ、胃もたれはありそう。昨日だっていっぱい食べたもんね、お弁当。美味しかったよね。ソースカツ丼と、その他もろもろ。すごい、100球投げてる。おー、ストライクアウト。試合終了。勝ったのはトスでした。間違えた。日大さん、日大さんでした。個人的には本当にトス応援してたんですけど、富山に勝った高校だったし悔しい。おはよう。こんにちは、こんにちは。ちょうどその境目、今そんな境目の時間。ツルツル鉄管、今日の顔見てめっちゃツルツル、すごくない？自然のハイライト。私はテカテカなのが苦手なので、
今から粉粉にしていきます。そう、前髪とかこの横とかは特に髪の毛がね、ひっついちゃうのが嫌なの。だからここら辺をテカテカに、テカテカに押さえていきます。キラキラはまだまだ全然まだまだ、今日はユーピンク使っていきます。しかも指原さんのリリミオの筆で塗っていきます。ファンデーションは今日塗ってない。今日コンシーラーだけの日にした。でもコンシーラーもね、私多分塗り方が下手なのかわかんないけど、あんま隠れてないんだよね。そう。そうなの。でも昨日あんなにさ配信できると思わなかった。夜できてよかった。扇風機つける。
ただいま。涼しくなった。一気に。おかえり、ただいま。みんなよ、ただいま。帰ったぞ。橋本だ。何ごっこ。マジで何ごっこ。帰りなさいませ、ご主人さん。うちご主人なんだ。ただいま。チーク。最近はメイクの時にまつげ美容液をまつげに塗るようにしてて、マスカラの前に、いい感じ。最近はって言っても昨日から始めました。マジ最近、はちゃめちゃに最近。今日はライブじゃないから、そう、ライブステージ、ファンの皆さんに撮っていただけるライブステージとかだったらアイラインめっちゃ長いんだけど、今日は違うので。そんな長くない、でも短くもない。最近に間違いはない、確かに。
そうですよね、優しい。髪の毛食べてないけど食べそう。終わった。あとは髪の毛をまっすぐにしなきゃ。劇場とかライブとかだと結構メイク時間かかるけど、こういうそんななんていうんだろう、日常感あふれる時は全然時間かからない。メイク時間かけない。肌にも負担になるし、だからファンデーション塗らなかったりとか、メイク落とすのもめんどくさいからマスカラ塗らなかったりとか。そう、めんどくさいがゆえにこうみたいな。うん、私のもう一個のメイクポーチどこ行った？昨日にすると、ちょっと探していい？ちょっと使いたい。
ません。すぐ見つかったから。アイロンも持ってきた。ついでに。あとポカリが冷たくなくなってきたのに。氷に入れて飲みます。せっかく冷たい、今日せっかく冷やした唯一のものだったのに。何を使いたかったかっていうと、リップクリーム。なんかどんどんこの中のさ、ものが増えてく。やだな。やだって増やしてんの自分なんだけどさ。そう。ちょっと iPad 一旦。皆さん、ウェルシアグループさんから絶対クオカード欲しいためにリツイートしてる人もいますよねっていう感じではあるんですけど、まあでもリツイートさせてくださってるのは嬉しい。でも絶対どっかで使われてどっかで破棄されるんだろうな。私のファンの人だったらきっと使わなさそうか、使ってもちゃんとそのカードを終わった後に残高なくなってもちゃんと保存しといてくれそう。だから私のファンの人に当たってほしい。少なくとも AKB のファンの人に当たってほしい。されるのは辛い。クオカードを使い終わって、はい、破棄。やだ。悲しい。今日はストレート。めっちゃ髪のさ
指通りいい。やっぱヘアパック大事。本当はね週1、2回ぐらいやればやる方がいいんだけど、そう久しぶりにやったらその凄さを実感してる私今。都内雨すごい降ってきた。だって今日イベント行かれる方気をつけてくださいね。西新宿さんでのイベント、危ない、やけどするところだった、怖い怖い、やだやだ、ガチの驚いた顔だった今危なすぎた。アイロンが足の上に落ちてくるところでした。いや本当はねピンとか使いたいんだけど今。そうさっき持ってこればよかったって後悔してる。同じタイミングで、もうまあゴムあれば、ゴム1本あれば大体髪の毛は分けられるから大丈夫。やけどしなくてよかった本当に。それマジで、それ結構危なかった。なんか私の髪ってこれ以上伸びないんだよねいつも。なんかさとみなちゃんとかまほちゃんとかめっちゃ長いじゃん。私の髪っていつもこれ以上伸びないの、なんでなんだろう。ここまでしか伸びない。一生。ここまでは割と順調に伸びるんですけど、ここから一生伸びない。一生この長さキープか、これより短いか、どっちか。悔しい。なんかついてる。え、皮めくれてる。なんで？いつどこで？まあいいよ。痛くないから。まだ若い20代ですでにシワがあるだって。そう、険しい顔しちゃうんだよね。すぐしたらすぐ眉間にシワ寄っちゃう。眉間？なんていうの？このおでこにシワが寄っちゃうの。すぐ険しい顔しちゃう。
そう今でしょ初期のあやねちゃんぐらいのツインだからできないんだって。私もしたくてもそうどんだけ頑張ってもこれぐらいにしかならないの私の髪の毛は。これより長いのだって誰も見たことないでしょ。それはそう、うちもないもん。髪が細いから抜けていく。長さとはでも関係なくない？長さと何？その抜けていくのって。ね、ハート取れる。やばい。あ、取れた。ハート取れちゃった。毛先は傷んでますね。そりゃアイドルやってたらやばいと思うよ。しかも私よくアイロンするの。ほら、めんどくさい、めんどくさくはないんだけど、まあいっかなみたいな時ってだいたいストレートにして毛先だけ内巻きにすることが多いから。そう、毛先には確かに負荷かかってる。そう、 そうなの。かわいそうだよね、うちの髪の毛。てかもう頭皮もかわいそう。昨日とか本当にかわいそうだった。頑張ったねって気持ち。だからみんなハルピョンの頭皮を褒めて。カメツインをした頭皮を、推しの頭皮褒めるってなかなかないと思うけど。ぜひ褒めてあげてください。ストレート完成。前髪はね、ちょっとね、扇風機があるとねうまくできないのでね、こっち向いてやります。そう、頭皮褒めて。みんなありがとう、褒めてくれて。頭皮、頭皮喜んでるわ。ちょっと伸びてきた前髪。切ろうかな。でも多分9月1日波動はね、毎回切れるメイクさんがいらっしゃるので、ちょっとだけ切ろうかな。
と長さかかほぼ変わらない、ミリ単位。これでこの扇風機で間違えた、この鏡で扇風機の風を立って、アイロンをする、アイロンじゃないよ、髪の毛を切る。桃のタッパー、タッパーってか桃の皮のゴミ入れてる。これでいいや。アルピョンの断髪式を解くとご覧あれ。え、もう長いよね、だいぶ。でもこれの同じだけを全部切ればいいだけだから、桃はまだ半分残ってる。ちょっとすっきり。どう？ちょっとさっきより目見える。9月1日までにどれくらい伸びるかな。あと半月ぐらい。でも割といい長さじゃない？これ今全然切ってないけど、切ってる音はそれっぽかったけど長さ的には全然切ってない。そう、
てこれくらいの、見て一本これぐらいしか切ってない、見えない、もう見えないぐらいの短さでしか切ってない。本当にちょっとずつしか聞こえてない、切ってない。でもこんぐらいでいいや、バッチリ。よし、完成。もう剥くだけ剥いて冷やしとこうかな。今はお腹いっぱいだけど、きっと3時ぐらいに食べたい気持ちが出てくると思うので、いや基本的に前髪は自分で切らないですよ。はい、ただちょっと長いなって感じたのと、あと切ってもらえる予定がちゃんと目処がついてるから、そう、皮むいて冷やしとく。桃お腹鳴ってんだけど、でもお腹空いてんのかな、まあ、でも冷えた桃が食べたいので、なんだかんだで2時間、嘘、え、大丈夫そう、うちのやりたいことしか、まあいつもかやりたいことしか言ってない配信だけど大丈夫そうと思ったの、いつもだった。そんな経つんだ、うん、桃切って食べてメイクして桃切ってるけど、それで2時間って、やば。そう、さっきからちょっと見せてたお皿あったじゃん。ちょっともう今桃乗ってるから見せれないんだけど。実はとあるところにとあること言ってお土産で買ってきた可愛いお皿だったんですけど、気づいた方はいますでしょうか。またその写真もね、本当いつ乗っけんのって感じなんですけど、ちょっといつか乗っけたいなと思っているので、また乗っけた時にコメント、いいねしてください。はい、完成。もうあと半分巻き終わった。冷やして後から食べます。桃
ましょう。終わり。やりたいこと終わった。でも私には時間はもうちょっとあるんです。どうしよう、もうちょっと時間ある。カラオケでもしようかな。11時過ぎぐらいまで時間はある。本当はさ9時に起きて10時ぐらいから配信して1時間ちょっとぐらいかなって思ってたから、そう8時ぐらいに起きちゃってツイッターとかなんだりしてて、顔洗って歯磨いてとかしてたら気づいたら、え、9時前に配信できちゃうじゃんってなっちゃって、めっちゃ今めっちゃやってる、暇な人みたいになってる。ちょっとじゃあ一回ランキング読んで配信切りますね。ちょっとカラオケするってなったら、昨日のライブのセトリでも歌おう。一回ランキング読んで一回配信切る。え、いきます。1位サプライズレバーさん、2位くじの大悟さん、3位ギャローさん、4位トラックヤローアットゴリさん、5位マックミックさん、6位ベベモンさん、7位赤花のソルティさん、8位スミちゃん、9位ハルさん、10位マークーンさん、11位マジカナバナナちゃん、12位バージョン R さん、13位、ツッチーさん、ありがとうございます。4769人47位、ランプさんありがとう。ということで、それでは今からランキングじゃないや、カラオケをするので一瞬切ります。でもすぐ戻ります。もし、まあ、充電なくなったら終わり充電なくなったら終わりなんだけど、でも多分大丈夫なので、またすぐに会おうね。あとでー、バイバーイ。配信ちょっと充電どんぐらい持つかわかんないけど、やっていきたいと思います。昨日のセットリストを歌う時間、蜂の巣ってないんだっけ。うわ、そうじゃん、最初からないやん。「せなかにのって」
ました。さっきまで、あの風景とは、やば、空気はで、待って、わかんなくなっちゃう。変わった気がする、わかんない。海と空がちゃんと向き合って、そうお互いのその青さ映し合って。切なくて言えなかった君が近すぎて聞いかけ偶像素直になるんだ手を伸ばそう恋の季節じゃないかお腹すいたキーが迷子になりましたステップへ進みたいね恋のカリキュラム波落とさず心が騒ぐよ去年よりも僕は本気になる真夏のサウンド君が好きだ波落とさずやっと言えたよ真夏君が好きだ聞いたけぐうちゃんいいタイミングだね真夏のサウンドじゃじゃすいませんワンハーフ歌おうとしましたごめんなさい昨日のノリでしたすいませんごめんなさい。すいません。ともゆきさん、ハート、にゃこさん、サイリウム、サプライズレバーさん、ミラーボール、赤穴のソルティさん、赤バラ、ありがとうございます。熊高さん、音符、ありがとう。盛り上げてくれて。次、サステナブル。昨日のセットリスト歌ってます。めっちゃお腹すいた。どうしよう。なんか食べよう。昨日お土産もらいましたハルピョン可愛い。昨日ハルピョンから受け取りました。可愛くて参った。お話し会待ってます。海の季節は終わってしまった。君を一度も。誘えなかった忙しいって聞いてたから悪いかなって躊躇した僕のスマホに残ってた写真微笑む去年の水着の二人恋が盛り上がって気づかないことがあるあれっきりこれっきりそんなの悲しすぎるじゃないどんなことあったとしても僕は変わらないそう本当の気持ちだからずっと好きでいさせて君に会うにも理由がいるよねそんな遠さを寂しく思う僕の考えすぎる
がそう過ぎ去ったあて日はもう沈まない。好きでいたい、また会いたい、一度も忘れた日はない。今の僕にできることは好きで居続けること。自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい。もう一度もう一度君を誘いたい。あれきりこれきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。ぜあれきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて、好きでいたい。これからもありがとうございます。いい、なんか2番めっちゃストレート、自分の思いにめっちゃいい曲やんめっちゃいい曲やん熊高さん、トラック野郎さん、にゃーこさん、音符ありがとう。エンドレッドさん、サイリウム、間違えた、エンドレッドさん、音符ありがとう。にゃーこさん、サイリウムありがとうございます。皆様、ツーさん、エンドレッドさん、ミラーボールありがとう。ネバーストップさん、トラック野郎さん、音符ありがとう。めっちゃお腹が空いてきた。でもせっかく昨日のセットリスト歌ってますって言ってるんだから歌わなきゃ最後まで。皆さんこんにちは、こんばんは、 AKB48 です。始まりました、カンパペ福島なんじゃなんじゃライブ、イエーイ。オープニングはハチノスダンス、かっこなかったけど、真夏のサンズグッドサステナブルの3曲を届けて聴いていただきました。ありがとうございます。それではまずは自己紹介からどうぞです。はい、ハルピョンです。ということで、それでは早速次の曲に行きたいと思います。イエーイ昨日のライブ完全再現、完全じゃないか、ほぼほぼ再現。前しか向かねえ、横を向いたら涙に気づかれるから、遠くを睨んで奥歯噛みしめ、この道を行こう。ここめっちゃお便りのマイクスタンド、めっちゃ怖かった、頭にぶつけられると思ってお前と出会い、ずっとつるんで青春の日々に反抗してた。人生にとって大事なことは未来にあると俺たちは知った。今が楽しくても永遠に続くわけじゃね、しがみつくな。前しか向かねえ、最後くらいはカッコつけさせてくれ。新しい世界にビビってるけど、もう後には引けねえ。歩いた道振り向いたって、
充電やばい。ウォー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 イエス、ウォー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 、ね、充電やばい、充電やばい、 10% しかない。俺が恋して破れた夜はガキの頃のようにブランコに立ち、汚い言葉大声で叫び、そばにいてくれた優しさが染みた。どんな辛くたって悲しみが続くわけじゃね、強く生きようぜ、前しか向かねえ別れの時、明日を信じようぜ。お前がいなくても俺がいなくても一人で生きられる、別々の道進んだって空はつながってるんだ。ウォー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 イエス、ウォーしか向かねえ最後くらいはカッコつけさせてくれ。新しい世界にビビってるけどもう後には引けねえ。歩いた道振り向いたって風が吹いているだけ。ウォー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 、我觉得太久没成为节目一个颁奖人，哇哇！だけで無理、ちょっと映像倉庫ここだけでもいいから残してほしい違うの、ウォーウォーイエス、ウォーウォーウォーかと思ったらそのワンハーフまた歌っちゃって最後まであって、でウォーウォーイエス、あ間違えた、まだまだあるって言おうとしたらめちゃくちゃ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 ちゃすいません、ちょっと何喋ってるか分かんなくなりました。すいません、行けるところまで充電行きたいと思います。すいません、あ、さっきのところでカピタンさん、音符、トシピンさん、ハート、ともゆきさん、ハート、ライブドさん、音符、トラックエロさん、音符、直吉さん、音符、ゆうさん、黄色だるま、ありがとう。このカード曲がったら君がいるとなぜかわかった。日差しの向こうから不意に近づく予感がしたよ。本当の恋だから不思議なことがある。偶然が続くのは運命のヒントだろう。ギャロさんのお口さん、ミラボールありがとう。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君以外見えてない。好きすぎて
苦しくて諦めかけてもまた好きになる。ん？どっち？リフレイン。どっち？好きになる。なる。なる。下です。直吉さん、音符、ギャロンさん、ミラボール、ニャーコさん、音符、ありがとうございます。どこかよそよそしく立ち話ですぐに別れた。せっかくのチャンスなのに、ただそれだけで十分だった。友達の友達じゃこれ以上進めない。偶然はでもきっと何度だってやってくる。懐かしい。君だけが君だけが君だけが冷静の内側で揺さぶるんだ。AKB みたいな、チーム K みたいなやつで歌った記憶ある。リフレイン来る。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君以外見えてない。どんなに願っても叶わないこと分かってる。わおわお気づかない僕だけの鼻でいい。息をするその度また好きになる。終わらないリフレン、好きになる希望的リフレン。発声やってないからさ、今普通に朝歌ってるだけ。喉おじさんいっぱい。ネバーストップさん音符ありがとう。山内さん、直吉さん、サイリウムエンドレッドさん音符、ユウさんハート、こいのぼりさん、ミラーボール、ライブドさんハート、ありがとうございます。ありがとう。あ、やばい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 、充電ないんだった。急げ急げ。熱狂ってある？なさそう。蜂の巣なかったら。あるやん。いや、なんで熱狂ないのに蜂の巣はないの？ん？熱狂あんのに蜂の巣ないの？なんでなん？Yeah.
聞いていいよ。ああ負けないで生きることにね今日。今日も明日も燃えていたいよ。それが人生の原動力だ。誰かと競い合い共に成長しよう。勝っても破れてもゴールはまだ先だ。これね、2サビないんですよね、実は謎そう、いつも思ってる。2番を弾くたびにトラッケローさん、音符、赤、ナノソリティさん、赤バラ、クジノタイムさん、ミラボール、ありがとう、エンドレッドさん、音符ありがとう。興奮できるってなんて素晴らしいんだ。喜びもそう悲しみも命の脈動さ。Yes 夢を見て全力でぶつかってみよう。ああ汗かいて生きることにね今日。 Yes 楽しもう思い出がプロセスになるよ。逆だった。ああ噛みしめて今この時ね今日生きることにね今日。プロセスが思い出になるようだった。思い出がプロセスになるわけない。間違えました、すいません。はい、もう充電がないので、急ぎ急ぎ、あと2曲だから腕切りたい。トラックエローさん、音符ありがとうございます。ギャローさん、ミラーボールありがとうございます。エンドレッドさん、音符、ネバーストップさん、音符ありがとう。直吉さん、音符ありがとうございます。ありがとう。マジで喉におじさんが住んでる、やばい。人々のその背中いつでも見ていると聞かされた。そうどこの誰にでも平等に愛を与える。私が生まれた日から今日まで日差しのようなそのぬくもり優しく包まれてた。誰かのために人は生きてる。私に何ができるのでしょう。私この曲センターでしたあんまセンター感なかったかもしれない。センターでした昨日。もうやばいかも、充電がなさすぎてカクカク。途中で止まったら携帯に切り替える。ちゃんと悲しみに出会ったら目を閉じてその背中を意識してみて。温かな眼差しに気づくはず。守られてるとどこかで季節の風がそよいで木々が次第に揺れるように。愛とは伝えるもの。一人ぼっちじゃ生きてゆけない。誰かがいるからThank you.
ち切れです。電池切れです。最初からいきます。あれ？聞こえてない？もしや。あれ？最初からです。なんか音ちっちゃくなった。私が生まれた日から今日まで日差しのようなそのぬくもり優しく包まれてた。誰かのために、人は生きてる。私に何ができるのでしょう。今これどこ歌ってるんだし。次2番。すいません。2曲持たなかったです。これで終わります。悲しみに出会ったら目を閉じて、その背中を意識してみて、温かな眼差しに気づくはず、守られてると。どこかで季節の風がそよいで、木々が次第に揺れるように、愛とは伝えるもの。一人ぼっちじゃ生きてゆけない。私間違えました。いるから、私がいるの。誰かがいるから私がいる。この曲歌ったら終わる。ウルトはまあいつも歌ってるから。また歌うよ。大丈夫。私も。時間も迫ってきた。誰かのために人は生きてる。私に何ができるのでしょう。誰かのために、誰かのために、人は生まれて幸せになる。世界からすべての争いが消えて、一つになる日まで、私は歌おう。愚かな戦争をニュースで見るより、声が届くように、私は歌おう。オムライスさん、音符、ありがとう。にゃこさんハート、ありがとう。直樹さんも音符、にゃこさん音符、つーさん音符、ありがとう。なんかこの曲聞くと AKB48 見たくなるんですよ、私。そう、それでこの間 Hulu で検索したら入ってたから、また見ます。エンドレッドさん、ミラーボールさん、サイリウムありがとう。トラクエローさん音符ありがとうございます。
みんな盛り上げてくれてありがとう。それでは私は私で今日の配信は終わり。夜はちょっとできないって昨日も言ってたのでちょっとできないんですけれども、また明日配信できればなと思っているのでよろしくお願いします。楽しかったです。久しぶりにカラオケ配信、また夢へのルートは、まあ、あのこれからもきっといろんなところで歌っていくと思うし、歌いたいなって思ってるから、またいつでもカラオケで歌えると思いますので、その時お待ちください。それではありがとうございました。ランキングを読んで終わりにしたいと思います。1位エンドレッドアットピョンズさん、2位ギャローさん、3位トラックヤローアットゴリさん、4位直吉さん、5位サプライズレバーさん、6位にゃーこさん、7位ネバーストッパーと桃のかき氷を2個で我慢した、うまかった、美味しいあれ、8位ライブドさん、9位ツーさん、10位こいのぼりさん、11位赤穴のソルティアとビーコンで始まり福島イベで締める最高の9連休でした、最高や。11位ともゆきさん、あ間違えた、12位ともゆきさん、13位くじのだいごさん、ありがとうございました。そして本日はすごい賑やかなので終わりますありがとう。明日暴風雨、みんな気をつけてね。私も気をつける、飛ばされないように。またね、ありがとう、バイバーイ。桃冷やしてまた食べます。